人工心肺装置とは、心臓外科における手術などの際、一時的に心臓と肺の機能を代行する医療機器である。人工心肺を用いた最初の成功例は、1953年にアメリカ合衆国の外科医、ジョン・ヘイ・シャムル・ギボンによって、ジェファーソン大学病院にて執刀されたものである。ギボンは、IBM の協力を得て、人工心肺装置の開発を行った。 ギボンの成功後、マヨクリニックの医師たちが、ギボンの装置を改良し、マヨギボン型と呼ばれた。日本における最初の成功例は、大阪大学医学部助手の真鍋俊夫による。人工心肺装置の外観人工心肺装置は、虚血性心疾患、弁膜症、大血管疾患、先天性心疾患などの心疾患の手術の際に、短時間だけ使用されるものである。 要するに、一般的には手術の際に、心臓を止める必要がある場合や、肺への循環が保てない場合などに、一時的に用いる装置である。口術のように血栓ができやすいなど、リスクも伴う。主な機能として、血液循環、血液ガス交換、体温調節がある。心臓手術では心臓を停止させ、心臓への血流を遮断して行うため、 血液ポンプにより、全身への血液循環を代行する。また、人工肺により、血流のなくなる肺のガス交換機能を代行する。さらに、体温調節のための熱交換器がある。血液は、右心房から脱血され、人工心肺装置を経由して、上高大動脈、大体動脈へ、送血される。生体は、人工心肺装置使用時、低体温。 非白動流、工業個材の大量使用、循環血液流量が常に一定であるなど、非生理的な状態に置かれるためダメージを受ける。それは短時間であれば問題はないが、長時間となると、その影響は極めて大きい。また、工業個材を使用していても、なお血栓ができやすく、震源性能拘束などの危険性も高まる。人工心肺装置によって、 生命を長期間維持することができないことを考えれば、それは明らかである。人工心肺の歴史は、こうした非生理学的環境によって生じる生態に対するダメージをいかに克服するかといった研究である。体外循環条件をできる限り生態の循環条件に近づけるために、白動流体外循環を行ったり、あるいは、 常温体外循環が試みられているのもその一つの努力である。一方、無輸血手術を獲得するために最近では、ヘマトクリット値15%程度まで同種血輸血を行わない高度希釈を伴う、体外循環や手術主義上の容易さを獲得する目的で行われる、心臓や脳に対する逆行管理など、新しい非生理学的環境が導入されてきている。いずれにしても、 体外循環が短時間であれば生体はかなりの非生理学的環境を受け入れることが可能であるが長時間に及んだりあるいは重症例など生体側の条件が悪い場合は非生理学的環境そのものが術後合併症と直結する。体外循環のもたらす非生理学的環境は会心術に伴ったサイトカイン増加と密接に関連していると考えられているが、 その基準の解明は、強的研究課題である。より安全かつ有効な体外循環を行うために、体外循環の病態整理を、さらに研究し、解明していく必要がある。経費的心肺補助装置は、主に急性期の心肺補助に使用される、人工心肺装置である。その名の通り注射針のように皮膚を貫いて血管に、カニューレキャンやらを挿入するのが特徴である。また、 血液回路も非常に単純であるため数分間で準備し装着することができ、心源性ショックの蘇生手段として用いる場合もある。PCPS では大体動脈脈から操脱血を行い、血液は遠心ポンプから人工肺で大にガスが加えられ、大体動脈、腹部大動脈、胸部大動脈へと逆流する。そのため、 pcps が使用される多くの患者で多少でも自己心が動いている場合は、巡行性に上行大動脈全身へと血液が送られており、自己心由来の血液と pcps の血液は人動脈分岐付近で2つの関流がぶつかることとなる、非常に非生理的な血行動態となる。pcps は重症患動脈疾患症例の経費的感、 動脈形成術施行時の循環補助や呼吸不全における呼吸補助、重症心不全症例に対して適用されるが、差出の負荷を軽減できないことが決定的な弱点となる。また、PCPS 装着の遅延により心肺機能が回復しても多臓器に影響を残すこととなるため、適用基準を設けている。海外では PCPS ではなく、ICMO と呼ばれている。日本では、 pcps と v, a, イクモがほぼ同義で、日本でイクモというときは v, v, イクモを指すことがほとんど。心不全神経数2.0ミニッツマイメートルに2.3ミニッツマイメートルに収縮軌道脈圧80から90水銀中ミリメートル中心上脈圧18水銀中ミリメートル左心房圧5水銀中ミリメートル人工心肺装置は当然ながら 人工物であって生体組織ではない。従って装置内では異物に血液が接する。人などの血液には異物と接した時にも凝固系が活性化されるという性質がある。このため装置内では血液凝固が起こりやすい。よって抗凝固剤を使用して血栓ができるのを防ぐ必要がある。脳死の除児緊急時の人工心臓をやむなく、 長期使用1月14日18時53分日本放送協会 J セプテック CE 教材シリーズ対象レベル12019年10月29日閲覧 AB 育も、富士大化大学麻酔新修制御医学講座ありがとうございます